どうもどうも。どうも。今日はですね、波がちっちゃいんですよ、カリフォルニア島。ね。今日はね、ラウンドノーズフィッシュレトロ西井のマジックボードの一つ、それのブラックシープビルド。イエーイ、ブラックシープビルド。ボートムのカラー渋いっすね。これかっこいいっす。かっこいいっすね。かっこいいっす。このカラーかっこいいっすね。かっこいいんですよ。これにしました。はい、今日はこれ乗ります。ちょっと悪そうなカラー。今はこのね、スプリットキール品です。メーヘムのマークがこっち側入って見えるかな。バックスをここで、ここに隠れて塗りたいと思います。日陰を作ったので、袋はね丁寧に開けて、ベースはねオイルがついてないからね、触ると分かるんだけど、あとはこういう感じでスタンスのところにね、丸くしっかりね、ウォームがね、やっぱね、風圧が一番僕は好きですね。一番使うからこの辺の前足の表面のところに塗って、でこのサマークール、サマークールをさらに薄く塗っとくんですよ。そうするとこれね、ほんと薄く、お、できました、できました、できました。あとは海入る前にもうちょっとだけ塗ります。ラウンドノーズフィッシュレトロって2018年に発売されたモデルで、2023年か、新しくねなったばっかりのモデルなんですよね。デザインをメーヒムが変えたり、マークを変えたりしてね、新しくなったモデルで、これね結構やっぱね調子いいです。これ、うん、これね、あのここにね見てもらうと分かるんですけど、このウィングからこっちがね、まっすぐスカーンって切ってあるんですよ。ここまでエッジがあって、でここからね急に丸くなってて、ここねボードが傾きやすいんですよね、すぐにね。フワットなんで水の抜けがいいので、波のフロッタのとこでもスーってね走ってってくれるっていうか、ピンレスのボードってスーってスピード出るじゃないですか。なんかああいう感じでね、さーってね気持ちよくね、スピードがロスしないで、ね、抜けがいいんですよね、ピンでね、うん、はい、西井がですねサーフボードを持って海に入ってきました。このボードはロストのラウンドノーズフィッシュレトロリバンプです。これねブラックシップビルドなんですよね。ブラックシップビルドってストリングがですね EPS のブランクスなんで、すごくね跳ねるんですよ。もうねバネみたいに跳ねるんですよね。すごくね、あの波のねたるいところ、この波なんかねすごくねロングボードでもないとね走んないようなね、たらったらのね波の斜面が緩やかなね波なんですけれどもね、このねブラックシップビルドだから踏むとねビュン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 ね前に前にね走ってってくれるんですよね。これね沖にねイルカがね泳いでますね。これねサメじゃないですよ、イルカですからね。はい、バックサイドね乗りましたね。滑らかにね気持ちよくね、あの乗ってますよね。このボードね本当にラウンドノーズフィッシュ96あるじゃないですか。あのボードをですねノーズとテールをね、あの幅広くして短くしたようなボードなんですよ。だから僕がね55ラウンドノーズフィッシュ96乗ってるんですけれども、レトロリバンプは53をね乗ってます。これはですね西井がですね、一宮ですね、千葉のね一宮ビーチですね、サーフィンしているところですね。これね波ね見てもらうと分かるんですけれども、膝腰波ですよね。この波でですね、あのちょっとね風も入ってますしね、このボードはやっぱりね長さが短いのでクイック、波の高さがなくてもねクイックにね上下に走るのと、あとやっぱり見てもらうと分かるんです、このツーターンコンボなんかもすごいと思うんですけれども、あのブラックシープビルドだからバネのようにグニャンってねボードが曲がるんですよ。それでねスピードがねこういうとこパンパン叩いてどん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 スピードが出てくじゃないですか。このねとにかくこのブラックシープビルドね乗った人にしか分かんないですけど、ね、スピードがすごいよく出るボードなんで、もう抑えてこうボードをグーってこう抑えるじゃないですか。そうするとどん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 前に走ってってくれるボードなんですよね。まあ、EPS のストリンガーレスですから、あの簡単にボードがね力を思いっきりかけなくてもどん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 あの跳ねてね、あのスピードに変換してくれるっていうボードなんですよ。このボードね本当に1回乗るとね虜になっちゃうんで、ぜひね皆さんねブラックシップビルドねまだ試してない方はねぜひ乗ってください。僕もねほぼ全てのボード今ブラックシップビルドにしているぐらいです。ラウンドノーズフィッシュレトロリバンプ
のブラックシープビルドです。このボードまたね西が海に入ってきますけれども、西ねこれねもうほんと気に入っていて、波の小さい時に乗るんですけれども、いろんなところで乗ってます。日本だったりカリフォルニアだったりね、ほんとねこのボード、あのラウンドノーフィッシュ96とこのボードはね常にね持って、海外行く時もね今持ってるような状況ですね。これすごく調子いいんですよ。ラウンドノーフィッシュ96よりもちょっと波がね暑い時とかマッシーな時とか、あと小さな時とかに僕はね気に入ってね使ってますね。こうやって見てもらうと分かるんですけれども、とにかくクイックですよね。短いからターンの子が細かくできるんで、波のこういうね風波とかで波のこうショルダーがこう続かないところとか弱い波ですよね、そういうところにでも立ってるだけでスピードが出てってくれるんで、もうほんとこれなんか立ってるだけじゃないですか、そういったところでもスピード出てくれるんですよ。こうやってね細かいところでもシャキッシャキッっていう、ね、こういうここなんかねすごいですよ。見てください、これ波ないところどん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 走っていっちゃうんですよね。波の前にね出てくるんですよ。アップスンダウンしてるところと、あとこのねじり込むカットバックのところでもよりね後ろにねターンがねぐーっと伸びていくと思うんですよね。これねバックサイドも行きましたよ。バックサイドもねボードが曲がるからね、リップした時に踏み込んでターンしてスピードが出て、さらにねスプレーまで出てくれるというね言うことなしのボードなんで、この辺なんかね見てください、いいですか、ここの走り見てください。これもうボードパタパタやってるだけでどん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 前にね走ってっちゃうんで、この辺すごいですよね。ビューってこうねターンしてる、長いターンもできるじゃないですか。クイックなターンと長いターンですよね、それの組み合わせができるので、このねブラックシープビルドって本当にね生き生きとしたリバウンドで、一回乗るとね元には戻れないっていうのがね、乗ってみるとね本当にねそういうことなんだなっていうのをねよくね分かってもらえると思います。めちゃくちゃ調子いいんでブラックシップビルドで、それさらにですねこのラウンドノーズフィッシュレトロリバンプですよね。メイヒムのラウンドノーズフィッシュってついてるモデル名のものはね全部ね調子いいんでね、皆さんねぜひねまだねお試しでない方はね試してみてください。プレセボだったりねいろんなモデルがありますけど、ブラックシップビルドはね絶品なんで、ブラックシップビルドで乗ってもらうのはね一番いいと思うんでね、ぜひぜひね乗ってみてください。すっごくいいボードなんで、あとやっぱ丈夫ですよね。値段の方もねお値段の方高いですけれども、丈夫で長持ちするんで、あとやっぱりトリップなんかにも持っていくのにいいですね。僕も海外にもう出たり入ったりこうしてるんですけれども、ラウンドノーズフィッシュ96とねこのラウンドノーズフィッシュレトロビューアンプはね常に持っているような状況のもう大好きなボードです。風でできたウィンドスウェルだったから波がねちょっとボヨンボヨンボヨンってしてたんだけど、やっぱでもボードがこれ僕のやつ53のラウンドノーズフィッシュレトロだったんで、なんだろう、ショルダーがないんでないところでクイーンクイーンクイーンってねカットバックしたり、チェックターンしたり、リップしたり、そういったねサーフィンでね楽しめました。でもねちょっとね乗りづらい波だったんだけど、まあ、このバードだったからね楽しめたかなっていう感じですね。この絵もね入ってて、なんかこの絵もなんか今日の波難しいなーなんてね言ってたんで、確かにね僕だけじゃないんだなと思いました。デンとかジェイとかね、あとアノンもいて、みんなね楽しくねセッションして、あとソイヤもいたね、はい、ラウンドノーズフィッシュレトロすごいんでね、これストックボード入ってくるんで、皆さんぜひこちらの方ね、もうすぐねラウサーフの方で販売になりますんで楽しみにしててください、はい、限定確か今回は18本です。18本、はい、ではでは、はい、はい。